京都陵陽高校です。これからの授業を紹介します。勉強頑張ってますね。いや、もぐら叩きですね。これは漫才の練習ですかね。真ん中の子、先輩に怒られてますね。なんでやねー。まさに先生と生徒の立場が逆。京都陵陽高校は学年関係なく明るくて楽しいチームです。一つでも多く勝ち上がれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。せーの、気持ちいいっす。